2曲ですね。今日ちょっといつもより少なめですが、はい。すごく走って速い、めちゃめちゃ速いのに明菜ちゃんとか頑張って歌ってたりとかするのを今でも YouTube で結構目にすることがありますけどね。 その時のテンポに合わせて歌手も対応できたという、歌唱力も強かったの、大変高かったっていうのはすごく感じますね。はい、でははい、一部最後になります。Oh,
ありがとうございます。